メイです。セイです。レラです。ユナです。ピンク、ラテ、ピー、ビー、始まるよ。イエーイ。はい、ということで今日は原宿なら見えなくても案内できる説です。イエーイ。ということで、ちょっとこの2チームにチョキンと分かれて今日対決なんですけど、案内係が、私とメイちゃんで、実際に行く係が、セイとメイちゃん。メイちゃん。ごめんごめんごめん。忘れたの私の。忘れちゃった。メイちゃん。あなたもメイちゃん。じゃあこの前はメイちゃんということで。はい。で実際行く人がこの二人なんですけど、はい、私とメイちゃんは電話で。実際の景色を見えない中、目的地に小右とかまっすぐとかこう左とか着いたみたいな感じで案内するんですよ、うん、でなんかもうなんか操縦してるみたいな感じ、うん、そうなんですか、歩く人操縦してるみたいな、あれ行ったらストップみたいな感じで、うん、無事目的地にたどり着けるのか、それともただの路地にいるのか、それともここに帰ってきてしまうのか、よくわからないですけれどちょっとやっていこうかなと、説が、ね、一生できたらいいなと思います、うん、そうですね、撮影に来るたび、掛け車通り毎回通るんですよ、そうですね、うん、そこら辺もね、分かってるよね、分かってるね、自信は、うん、ありますよね、まあまあ、あるあるある、特に案内役になって説明、結構重要な役割になってきますので、うん、あ、頑張りましょう、でも、対決なんだったっけ、ね、あっち対決なんだった、バチバチ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 してるから早速やっていきましょう。せーの、どうぞ。そこの場所を出てとちょっと歩いて、でなんかさ裏路地じゃないけどちょっと左側をすぐ曲がったところなのね。出まして。で。あ、普通に駅向かうみたいに左に曲がって、でちょっと歩いてまた左に曲がったから、本当に本当に何もない。え、では申請、後ろを向きます。後ろを左に曲がっちゃったっていうか、ぐるぐるって、そのラジソンに向けて後ろに向って、後ろに向かって、あ、こうでこういうことだ。歩いてください。はい、わかりました。その後は左に曲がりましょう。はい、どっちで本当？左に向いたら歩いてください。はい、歩いてます。歩いてます。2分ぐらい歩いたら1分行ったら見てください。1分、 OK。 え、これは1分、後ろ向いてまっすぐ歩いて左に曲がるっていうか、左に曲がって左に曲がりに曲がる。1分ぐらい、はい、あ、2分にしようと思います。2分、OK、秒数なんだ。あ、いや、50個。50行ったな。追加で30です。追加30です。50から、そう、あの50終わったら30で。あと20だよ。え、待って待って。あとってことは全然出てないってことだよね。あ、30。30。30。終わったら30。またプラスで。140ぐらいを歩きました。いい感じなのかな、わかんない。
もう何も言わないよ。はい、20歩いた。ユダヤチームですね、到着しました、ゴールしました、答えが合ってることを願って待ちたいと思います。バイバイ。セリはここからスタートです。まずここが分かんないです。セリが上手に言えるかな。頑張ります。来ました、来ました。もしもし。はい、もしもし。まず、この場所があんまりわかんないんだけど、なんか、ファミマあるじゃんか。はい。そこの、もうちょっと先行ったところを、右に曲がったところの路地にいます。わかった？え、待って。いや、50。もう一回最初から。ファミマ。ファミマあるじゃん。はい。ファミマのもうちょっと先行ったところの右を曲がった路地。結構ファミマ側にいるってこと？そう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 。じゃあせいちゃんから見て前に、うん、前行ったら次どっち？右か左？どうなってんだっけ？左。左ね。OK。左？はい。20個まっすぐ。はい。10歩でゴールらしいです。行きますね。はい。左向いて10歩で目的地に着くらしいです。あ、
ここですか？はい、メイから言われた目的地はここでした。こちらです。なんかでも合ってるんでしょうか。最初の目的地じゃなくて、うんうん、最初にセリがいた位置を、うんうん、多分うまく伝えれなかったみたいで、うん、よくわかりませんでした、うん、ちょっとここら辺うろつましたかね。なんかあるのにこうやって30歩とか言われて、ね、50歩とか言われたんです。ずっとこうやって一人でみんな通ってんのにこうやって、ね、足踏みして一人になってたね。変人でしたね、完全に。じゃあメイはどこに連れて行きたかったのか、事務所に戻って答え合わせしましょう、はい、着いた場所見て、あ、ここかって納得できた？いや、なんか微妙なとこにいて、レイラはどうだった？めっちゃ自信ある。すごい。私もめっちゃ自信ある。ガチで自信ある。ガチで自信ある。申し訳ない。すごい。ごめんね。セリはどちらに着きましたか？クマさんがさ、私回ってるからじゃん。あ、ダメ。うん。うんうん。あ、確かにそういうことか。ねえ、そこのなんか待ってる服の店の、うん、多分もうちょっとそうですね、うん、の建物ということで、セリが着いたのはここに着きました。あ、全然すぐそこじゃん。そう、セリずっとこの道うろちょろしてたんだよね。ずっとこの道うろちょろしてた。レイラが着いた場所を教えてください。はいはい、レイラが着いた場所はピンクラテのピンクラテ店舗です。すごい、行けたの？行きました。すごい、はい、ごめん、私もそこを目印に、はい、やっぱね、あの、うまいっていうのと、うん、あの出発の位置をうまく伝えるようになったすごい、多分さすがに。では結果発表お願いします。はい、では今日二人に行ってもらう目的地はピンクラテ原宿店でした。ありがとうございます。美味しかったね。あとちょっとね。ユナとレイナの勝ちです。一応説ちょっとなんか立証しちゃいました。そうだね。イエイ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 。あ、いや、はい、大丈夫です。この動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録、通常よろしくお願いします。バイバイ。